白線菌が、足の指や足の裏など、皮膚の角質やその下の皮下組織を侵食することで、かゆみや炎症などが起きる。一般的な通称は水虫。足白線には2種類あり、足の裏の角質が飛行して、硬くなる角化型白線と、水泡や皮膚剥離、薄く皮が剥けるが発生し、発石や通用感などを伴う漢方状白線が存在する。 治療には抗真菌薬が使われ、外用薬の場合1986年には1日1回で済む薬剤が登場した。白線菌は核質内部へ侵食し定住する。この領域では白血球による駆逐も不可能である。また、皮膚の新陳代謝以上のスピードで侵食するため、自然治癒は期待できない。足白線は、 長らく通気の悪い革靴を長時間履いたままになりやすいサラリーマン男性に多かったため社会的には成人男性の病気というふうに理解されている面があるが性別などは全く関係なく女性でもブーツなど通気性の悪い靴を履くと感染しやすくなる白線菌自体は自然界に多く存在する真菌、カビである資金に対策を行っていない感染者がいれば 感染しうる機会は多くなるが、感染しやすさはあくまで湿度や足などの環境に大きく影響される。予防は、水虫気感染者との特に足回りの直接、関節接触を避け、感染しうる機会を減らし、足を清潔に保ち長時間高湿度にならないようにすればよい。靴下をよく取り替え、通気性の良い靴にするなども足の湿度を下げることに効果がある。 最近では5本指靴下があるので、それを履くことも予防につながる。足を清潔に保つことは、白線菌が定住している赤が長時間付着することを防ぐことになる。基幹戦車が足拭きマットの共用を避ける、足を清潔に保ち赤の落下を防ぐなど、他者と接触させないようにするとともに、しっかりとした治療を行うことが他者への感染を防止する。顕微鏡で確認し、 二から三回確認しても見つからない場合は、他の疾患を考慮する。漢方上失神、公職因線、回縁、かき壊し、外洋薬部よるぶれを考慮する。水虫を訴えて受診したものの13から33%が、足白線ではなく、その大部分は、失神や皮膚炎だったというデータがある。足白線、水虫のような症状を引き起こす。 同じ白線菌の感染によって感染症に以下があり、部位によって故障が異なる。病院では、顕微鏡で菌が確認できない場合、ステロイド外用薬を使い、足白線ではない皮膚炎の場合は治り、足白線では菌が増えているので、1から2週間後に顕微鏡での再検査、新菌が確認されれば以下のようになる。鋼型足や、 歯患型では抗心菌薬の軟膏が使われる。ビランがある場合には、これがなくなるまで、酸化炎の軟膏で、内服の抗心菌薬を併用し、なくなったら抗心菌薬の軟膏に切り替える。細菌感染症がある場合、内服の抗菌薬と痛みがあれば、内服の抗心菌薬を使用。外用の抗心菌薬は、測定全体に塗り1ヶ月続ける。 各質増殖型では1から2ヶ月、内服の更新菌薬を用いる。2012年のシステマティックレビューで、外要薬の更新菌薬でいずれかが、優越しているということはなく、調査に含まれた薬剤はケトコナゾール、テルビナフィン、ブテナフィン、クロトリマゾール、ミコナゾール。日本では1986年より1日1回の、ドフで済む外要の更新菌薬が登場した。 当初抗菌スペクトル、殺菌対象を拡大し、次に使いやすい1日1度となり、その後は皮膚に残りやすい成分の開発へと打つ。外用薬を使ったことによる症状の緩和によって、中止すると、核質内に真菌が生存したままとなり、再発しやすい。い一般的名称にていくつか列挙する。外用抗真菌薬、1日1回使用のタイプ。以下では、薬局で、 購入可能で足白線、水虫を効能として歌っている、医薬品をいくつか列挙する。抗心菌薬、1日1回使用のタイプ。殺菌剤、硫黄製剤、40度以上の耐えられる温度で2時間温めるが、低温やけどの危険性もあるため補助で用いる。ストーブや火器に患部を近づける、お湯をかけるなどの民間療法が存在する。作家の安倍常治は、 刑務所に服役中重症の水虫に苦しめられたが、服役仲間に教えられて1日2回、熱い牢を幹部に垂らし10日ほどで感知した体験を記録している。民間療法に関しては、統計的調査や検証が行われたものがほとんど見つからず、効果がどのくらいなのかや副作用にどのようなものがあるのかなど不明なものが多い。日本薬局法の異用の適用に、 頭部線在性白線が含まれ、薬効薬理には抗菌作用及び角質軟化作用とある。医療は古くから様々な皮膚病に適用されてきた歴史を持つ。現在でも、フケやニキビなどいくつかの皮膚病などに使用されることがあり、医療の入ったシャンプーや入浴剤、クリーム、石鹸などが国内外で販売されている。民間療法としては、医療粉をすり込む方法や、 硫黄含有液を塗布、湿布、付け置きするなどの方法が取られている。硫黄には、角質の軟化、溶解作用がある。一部の温泉でも水虫を効能として、歌うところがある。また入浴剤に配合することで、水虫の効能を歌えるようになるようである。作用基準としては、硫黄と皮膚との反応により生成する、硫化水素などにより抗菌作用や、 角質軟化作用が生じると考えられている。副作用としては、皮膚への刺激や発石、皮膚炎などがある。濃度の高いものや長期間使用する場合には十分な注意が必要となる。なお、硫黄は一部の金属に対して腐食作用があるので取り扱いには注意が必要である。海外では T3 オイルが使われることがある。治癒率は3割、 6割との報告がある。民間療法として、食図を使用するものが存在する。食図を水で半分ほど希釈し、傷口につけておく。これを毎日繰り返す。そうすると水虫の成長に、最適な pH 状況がなくなり、数日間で治るとされる。民間療法として、木作酸を使用するものが存在する。岡山大学の実験によると10%以上の、 濃度の木作酸液に24時間つけた白線菌は発育を止めたという医学的効果をレポートされいる。このレポートにおいては24時間木作酸溶液に幹部をつけるという時間の短縮が検討項目であるとしている。ただし幹部を木作酸で一度浸透させた場合幹部に残留する木作酸の濃度は一定時間持続する。残留濃度の変化による 白癬菌の発育抑制については未調査である。ニンニクを利用した民間療法も存在する。生のニンニクをすりおろしたものやガーリックオイルを幹部へ適用する。蛍光投与を同時にする人もいる。ニンニク内のアリインからアリナーゼにより生成するアリシンがニンニク療法の有効成分考えられている。なお、ニンニク適用では稀に副作用がいくつかされている。 ニンニク悪影響も参照。重曹を利用する民間療法も存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。